皆さんこんにちは。今回ご紹介いたしますのはこちら、マックスインから新しくリリースされました元ミラ、こちらのご紹介を本日はいたします。前回も元ミラ、マックスインの製品ご紹介したんですけれども、あちらの進化モデルとなっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。今もうすでに起動している状態なんですけれども、もう一度起動していきたいと思います。一度電源を切りまして、もう一度ACC を入れてスタートしていきます。はい、もう即座に起動しているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、まずこちらのモニターを見ていただいて気づいた方もいらっしゃると思うんですけれども、先代モデルよりもさらに起動がアップしたというのがお分かりいただけたのではないかと思います。正直先代のモデルはですね、少しこう起動が低くて、日中モニターとして使うときに少し暗くてですね、光合視界が見にくいというのがあったと思うんですけれども、今回のこのモデルに関してはそういった声を反映したモデルとなっておりまして、モニターに切り替えていきたいと思うんですけれども、はい、このようにモニターに切り替えてみたんですが、日中でも非常にくっきりと鮮明に後方の視界というのを確認できるのがお分かりいただけるのではないかと思います。比較対象として AIO ハイブライトと見ていきたいと思うんですけれども、まあ正直 AIO ハイブライトと比較すると若干暗さというのはあるかもしれないんですけれども、ただしっかりと目視確認はできるようになっているのはお分かりいただけるのではないかなと思います。なので起動値がまず非常に上がっているというのが、こちらのマックスインの元ミラーの一つ目の注目ポイントとなっているところになります。でこちらのモニターなんですけれども、当然ながらここを押していただきますと分割表示ができるようにもなりますし、また前だけを表示することもできますし、後ろだけを表示するということもできるようになっております。またこれはマックスインの製品ということなので、当然ながらモニターだけじゃなくてドライブレコーダーとしての機能も有しているということになっております。で次に注目ポイントとして挙げられるのが、この GPS がつくようになったということになります。 GPS がついたことによってカレンダーが自動的に表示されたり、時刻も合わせる必要がなかったり、またホーム画面に戻りますけれども、こういったスピード表示等もできるということで、 GPS が内蔵されたことによってさらにこちらの元ミラーの性能が上がっているということになっております。でそのこのように走行距離、最大速度、アイドリング時間、運転時間、平均速度、またこの電圧計ですね、特にこのバイクとかですと電圧計非常に気にするところかと思います。原付なんかは特に電圧計すごく気にするところで、エンジンがかかるかかからないかっていうような状況っていうのを感じられる方も非常に多いと思うんですけれども、この電圧計を見ることによってある程度目安というのがわかるかと思いますので、まあ、こういった表示がついているっていうのは非常に便利な機能になっているかと思います。でさらにこういった傾きですね、こういったものがインジケーターで表示されたり、先ほどもご紹介している通りでスピードメーター、また標高、こういったものも表示されるようになっております。でこちらが GPS ということで、今回新たに導入された機能となっておりまして、さらに機能に磨きがかかっているということになっております。でこちらがスピードメーターと走行距離ということですね。あとこちらが方位計がついております。はい、非常にシンプルな機能となっておりまして、でまたここ押していただきますとホーム画面に戻るようになっておりまして、ここでも時刻表示とカレンダー、曜日の表示が見えるようになっております。で次にこちらですね、ドライブレコーダーの再生機能ということで、もちろんこの機種にもついておりまして、その場で収録動画の確認ができるようになっております。はい、このようにファイルが生成されまして、ここをタップしますと収録された動画がこのモニター上でも確認するということが可能になっております。またこちらの設定なんですけど、まずはフォーマット、ここでもできるようになっております。
で、言語設定ということで、日本語、英語、中国語ということで対応しております。それから操作音。これもオンオフの切り替えができるようになっています。それからスピード設定ということで、こちらはアラームの警告音ですね。設定することが可能となっております。それからコードアラーム。で、最後に設定の初期化ということで、こういった機能が搭載されておりまして、非常にシンプルで特に取説等なくても使えるようになっていくということになっております。取り付け例に関してなんですけれども、このマークスウィンの元ミラーなんですけれど、先代モデルもそうだったんですが、非常に考えられて作られておりまして、付属品も豊富になっているというのも特徴的なところとなっております。で、これね、僕大好きなんですけれども、カープライドも以前、W502 にもご紹介したんですけれども、それと同じような方式のものとなっております。で、このような形でですね、高さ調整ができるんですね。ここのつまみを緩めてあげると、高さの調整ができるし、左右にもこう調整ができる。で、当然これ首がフルになってますんで、すごく自由度の高い調整ができる機構を備えておりますジグとなっているというところは、すごくね、使いやすいところですね。特にこういった元ミラーになりますと、これがね、すごくね、重要なところになっております。カブの場合ですと、このグリップのところにしか取り付けができないということもありますので、限られた場所でも自由度の高い取り付けができるということがセールスポイントとして挙げられるかと思います。で、またこの配線もですね、先代モデル、ここについてたんですけれども、今のモデルと同じようになりまして、このモニターの真下に配線が来るようになりましたので、非常に配線の取り回しもスマートになったというところも大きなポイントになるかと思います。次に各部の端子の位置なんですけど、ここも結構取り付けの難易度が大きく変わってくるところになります。で、このモニターに関しては、端子が今ここに来るようになっておりまして、で、この赤いのがパワーって書いてありますので、電源からの配線ですね。こちらの黄色になりますけれども、リアカメラの配線。で、こちらの黒い配線がフロントカメラの配線。で、最後にこちらが後ほどご紹介するんですけれども、リモコンの配線ということになっておりまして、前にこの取り付けのコネクターが集約されるようになっております。なので、配線の取り回しもしやすく、取り付けも比較的簡単に設置ができるようになっているのではないかなと思います。で、こちらの方がフロントのカメラとなっておりまして、マックスインの四輪のドライブレコーダー等でも扱っております、ソニーのスタービスセンサー、IMX の307が前後ともに搭載されております、フル HD 相当のカメラがフロントに搭載されております。また、こちら、後方のカメラになるんですけれども、こちらの方も 1080p となっておりまして、イメージセンサーもフロントと同様で、ソニーのスタービスセンサー、IMX307 センサーが搭載されております。またこちらは二輪の製品になってきますので、グローブで操作をするということも想定して作られておりまして、こちらにリモコンがついております。こちらの操作性をご紹介していこうと思うんですけれども、もう一度アクセサリー電源を入れます。電源を入れまして、即座に GPS が反応しまして、時刻、カレンダー表示がされています。で、まず電源のボタンを押していくんですけど、この電源のボタンを押すことで、この画面が切り替わるようになっております。で、また、一度これドライブレコーダー、このような状況にしておかなければならないんですけれども、この状態で真ん中のボタンを押しますと、このような形で表示の切り替えが、できるようになっております。さらに一番下のボタンを押すことによって、静止画の撮影ができるようにもなっております。で、この状態でまた一番上の
電源ボタンを押すことによってモニターのオンオフができるようになっているということになっております。続きまして昼間の収録動画前方からご紹介をしていきたいと思います。前のアルファードを注目していただければと思うんですけれども、ナンバーの方の認識なんですが、レンタカーであるということがまずしっかりと確認することができるかと思います。こちらのカメラなんですけれども、200万画素ということでソニーのスタービス IMX307 を搭載しているカメラとなっておりまして、周りの状況もくっきりと鮮明に収録することができるのがお分かりいただけるかと思います。また解像度は 1920×1080p のフル HD となっております。後方の収録動画になりますけれども、今後ろにセレナがついてきましたけれども、ナンバーの収録もしっかりと鮮明にくっきりと認識できるのがお分かりいただけるのではないかと思います。また周りの状況も申し分なく捉えられているのがお分かりいただけるかと思います。カメラのスペックに関してはフロントと同様で200万画素、またソニーのスタービス IMX307 を搭載しているカメラとなっております。解像度に関してもフロントと同様で 1920×1080p となっております。続きまして夜間収録動画前方になりますが、前にプリウスが止まっているところなんですが、ここでの注目点は WDR 機能になります。前のナンバープレート白飛びが気になるところではあるんですけれども、しっかりと鮮明に所沢ナンバーであるということがお分かりいただけるんではないかと思います。また周りの周囲の状況も先ほど歩道に人が歩いたのが見えたと思うんですけれども、くっきりと収録されているのがお分かりいただけるかと思います。さらにリアテールの乱反射も抑えられておりまして、防言性能も高くなっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。続きましてリアの収録動画になるんですけれども、今タクシーがヘッドライトを焚いてバイクの後ろに止まろうとしているところなんですけれども、この状態で HDR 補正が弱いと乱反射してしまってナンバープレートが見えないという場合があると思うんですけれども、しっかりと HDR 補正も働いておりまして、ナンバープレートも収録できているのがお分かりいただけるかと思います。また WDR 機能も気になるところだと思うんですけれども、周りの周囲の状況もくっきりと鮮明に捉えることができておりますので、夜間の収録動画においても問題なく状況証拠を捉えることができるということがお分かりいただけるのではないかと思います。はい、てことで今回なんですけれども、マックスインから新しくリリースされましたこちらバイク用の元ミラー、今回は最新バージョンご紹介をさせていただきました。こちらのバイク用の元ミラーなんですけれども、なんと言いましても低価格になったということになっております。前回の先代のモデルは3万円ぐらいの金額帯だったんですけれども、今回のこちらの元ミラーはなんと2万円を切る価格帯になっておりまして、非常に買いやすくなったと。でさらに買いやすくなっただけじゃなくて機能性も上がったというところが非常に大きなセールスポイントになってくるかと思います。こちらの製品の詳細なんですけれども概要欄の方に記載しておきますので、ぜひ興味のある方は確認をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。